みんな、ただいまーということで、XY、カルス地方、お久しぶりでございます。ずっと放置してました。久しぶりですね、ドラミちゃん、アイちゃん、姉貴、スティンガー、オロチと。こっちの地方ではスティンガーとかつけたのかっこよすぎ。どっかの地方ではビッグモアラーだったのにね。えらいかっけえ名前だな。テクイーンの姉貴もいるし、相変わらずアイちゃんもいるって感じか。なるへそ、オロチは進化してない。ボール工場だっけ？ 早速行こっか。何ヶ月ぶりか分かりませんが、ボール工場行きたいと思います。左上だっけ？いや、マーシューと戦ってボコボコにされたんだっけ、バリちゃんに。それだけ覚えてるわ。さあ、ボール工場でございます。どうせ、あ、いた。いや、どうしたの？もう一度お話ししてくる。誰とお話ししようよ。え、誰誰誰？誰誰誰？あんたさ、フレア団のために働きなさい。そうすれば、いちいち私たちがボールを運ばなくて済むものってね。びっくりした。なんか奥まで先があって、その一番奥になんか幹部とかいるのかな的な感じだったけど、ただの上にいたわ。500万円ぐらい楽勝でしょ。500万、モンスターボール独占なんか私は許さないぞ。別、まあ、モンスターボールだけだったらいいけど、ボール全部、独占するんだったらちょっとね、いただけないなと。侵入者来ましたよ。侵入者ちゃうわ。なんで僕は侵入者になってんだよ。さあ、幹部とのバトルやっていきましょう。さっきね、フレア団戦ってレベル負けてました。え、幹部とか勝てなくね？ さっき37とか出してきたんだけど、幹部大丈夫？ドラムちゃん負けてたんだけど、下っ端に。37、さっきレベル上がったんで同等だね。嫌な音虫食いいきますか。嫌な音ビーってやってから、虫食いでムシャムシャしちゃいましょう。怖い顔。やめて、怖い。ズルクといえば怖い顔だからね。幹部、幹部終わり。3連戦とかないよね。そんな、馬鹿げたこと、ないよね。何よってね。で、見分なのにですよ。今やった片付きは、科学者コンビ2対1。あ、やっぱ来てくれた。じゃあ、セレナちゃん。ダブルバトルすんの？一緒に戦える？お隣さん。いや、戦わないっす。え、戦わないの？うそーん。そこはなんか無限ループとかで戦おうぜ的な感じになるんじゃないんかい。嘘でしょ。嘘でしょ。あ、帰れるの？嘘。あとはセレナちゃん頑張ってって感じにできるの？マジか。それはダメでしょ。いろいろとダメでしょ。せめてループしよう。あ、来た来た。ライボルトとレパルダス。で、レパルダス相手するから、うん、いけるね。ライボル帰ってきて。ちょうどお前、あなた、エスパータイプなんで。4! あれ？レベル低いな。あれ？兄貴が39なんだけどな。あれ？えらいレベル低いな。本当のレベルが足りなくなってんな。頑張ってあげなきゃね。ライボルとのして欲しかったかな。レパルダス倒しちゃうからな、これで。倒せる。倒せちゃう。噛みつくは電気技ないんだ。じゃあ楽かな？あ、噛みつく、そっか。抜群だもんな。じゃあここはポイズンテール決めていきますか。お久しぶりのポイズンテール。金。レベル差がやばい。キネシス。間違えてこっち打つなよ。間違えてこっちに打つんじゃねえぞ。決して。決して打っちゃいけませんよ、こっちには。さあ、虫食いで、終わりと。あ、虫食いのは火力出るんだな、やっぱり。あ、お疲れ。ってな感じで、ボール工場終わり？あら、ま。
終わり。モンスターボールのスーパーボールもハイパーボールも奪ったし、ここは引き上げます。お、そんなボールもらったのか、いいな。まあ、僕もそんなボールはカロス地方ではいらないけどね。俺、マスターボールとでかい金の玉、どちらか好きな方を選ぶのだ。マスターボールがでかい金の玉？え？そんなもん金玉決まってんじゃん。ありがとう。ありがとう、でか金。ってもらうんけい。まあ、だろうね。だろうね。うん。そら、これでマスターボールもらえなかったら、いろいろシステム的にあかんからな。ゲームとしてダメだからな。ポケットモンスターとして絶対やっちゃいけないからね。じゃあ、終わり？ボール工場終わった。じゃあ、次、行きまーす。以上ですね。じゃあ、お次の街へレッツラゴーしましょうか。右に行けばいいのかな？左かな？下かな？上かな？どっちかな？さあ、進んでいきます。多分こっち。違う。どこ？アフレア団がいる子は、次どこ？え、マジどこ？右？こっち？こっち？あれ？どっち？どっち？こっち？あっち？こっち？こっち？あ、こっちか。こっちだよね。うん？こっち？いや、なんかこっちから来た気がする。小さいポケモン？あ、僕の小さいビッグマラーのいる。小さいビッグマラーってなんやねん。え、どこ？小さいビッグマラーってなんやねん。こっちじゃない。こっちです。じゃあ、チャリ乗っていこうか。あ、ブーン。次、15番道路ね。行きましょうか。で、15番道路に捕まえたいパラキモン。最後の一匹パラキモンがいるんで、その子を捕まえたいと思います。お。来たか？性別は？オス！はあ、35って僕たちのレベル低いな。野生でこれか。来ました。最後の仲間、タマゲタケでございます。この子が最後の仲間です。やっぱりね、僕一種地方には行けなかったんで、その地方のポケモンを使うっていうのが、一番最初にも言ってたんで、捕まえたいと思います。君は、マスターボール超使いて。いや、マスターボール超使いて。どうしよう。やめよう。さすがにやめよう。モンスターボール柄だし、モンスターボールで捕まえよう。さすがになんかネタでマスターボール使うのはきついわ。あ、ドルン？あ、ドルン？あ、ドゥン？あ、ドゥルンできない？エクセレント狙うぜ、エクセレント。真ん中に投げて、エクセレント出そうぜ。あ、すげえ投げたい。腕振りたい。腕振って投げたい。まだその感覚残ってるわ。はい？えい？ピッと。オッケー。玉揚げだけゲットでございます。これで草虫タイプが2匹。草虫じゃねえわ。草毒タイプが2匹。虫毒タイプが2匹というね、超絶バランスの悪いパーティーの完成でございます。ニックネームはもちろんつけます。ある地方では、僕、ビッグマラーっていうポケモンがいたんですよ。で、同じくビッグマラーにしちゃうと被っちゃうので、この子の名前はね、これにします。向こうがビッグマラーだったら、こっちはゴッドマラーだと。こっちのがでかいと。神のピンポやから、神のピンポ。神のピンポ。いきます。ゴッドマラー。かっけえ。神のチンプ。神のチンプ。ゲットしました。ってことで、能力値見よっか。ゴッドモラル。なんか持ってる？お前何持ってんの？ちょ、預かるわ。小さなキノコ。小さいんか。うーい。お前はでけえだろうが。何が小さなキノコじゃ。あ、仕上がってる。え？めっちゃいい答えじゃない？冷静。めっちゃいい答えじゃない？ S ダウンとか。めっちゃいいじゃん。技も優秀。ギガドレ独特光合成やばくない？あとこれにキノコの胞子とか欲しいな。独特もあるから、あ、やばい、めっちゃ欲しい、やば。めっちゃ強くね？
絶対強いわ、これ。絶対強いじゃん。能力値もそこそこだし、進化したらもっと強くなるな。いいね、ゴッドマーラ。かっけえわ。さすがにレベル低いわ。くっそレベル低い。まだ40レベルいねえんだよ。まあいいわ。ってことで、こんな感じで、さっきゴッドマーラに小さなキノコちょっと預けてしまっ、もらったけど、ちょっと小さなキノコ持っといて。あ、キノコはね、もう自分自身だから、でかい金の玉を出すぞ、これ。ゴッドモアラーの、でっかい金の玉。完璧じゃん。でっけえ、でっけえ、金玉持ったゴッドモアラー。完璧です。行きましょう。ってことで、さっき進んでいきます。すべて、ここかな？ここで、風女タウンというところにやってくるのかな？ここで。来ました。風女タウンでございます。やあ、どうした？誰？誰？ああ、ワロターン博士。で、下の誰？え、ワロターン博士と誰？え、誰？あ、デクシオか。誰かと思ったこの横顔全くわかんねえわ。ポケモンのこと、いや、覚えてないっす。うん。アゼルニアス？いずれ捕まえることになるでしょう。前作、ダイパンの時ポッチだったから、次どうしようかな。鹿でしょ？犬でも猫でもないからな。タマとか、つけたかったけど、次タマにする？おい、タマーっつって。タマーって呼んだらゼルニアスがヤーってくる感じ。する？やんないけど。まあ、それまでに考えておくわ、ニックネームの方は。伝説のポケモン興味ないんで。いまだにね、僕、だいぶ前に買った Y、発売日に買った Y に、まだミュウツーいるからね、たぶん、確か。ジガルディアらしか捕まえた気がするけど、ミュウツーはまだ放置してるからね、あのソフト。いまだに放置してるからね。あ、トロパどうした？博士行ったよ。フロストケーブのポケモン探して、もっともっと図鑑埋めると。この先になるフロストケーブ行かなきゃいけないんですけど、ここなんかイベントあったっけ？特にイベントない？ないっぽい。すげえイベントなさそう。じゃあ行っか、進むか。お得な掲示板、待って。同じ種類のポケモンでも強さは同じではありません。そう、個体値があります。野生のポケモンより人が育てる方が強くなるようです。それが、努力値ですと。やっていきましょう。どっち行くのかな？こっち？こっちかな？ドゥーンと上に上がった。なんか視点切り替わった。よし。こっちかな？北、行きます。こっちか、フロストケーブ。フロストケーブー。特に行く必要あるかな？行ってみる、ちょっと。ちょ、その前に、さっきゲートあったじゃん、下にも。フロストケーブ行く前にちょっとあの下のゲート行こうぜ。あっちからも進めるんならさっさと進んじゃうし。こいつがなんかフロストケーブ行くっつって、いうイベントなんか発生してるかもしんないけど、僕はゲートに進む。行きます。17番道路やったぜ。やったぜ。お、これもしかして、あ、マンムーさん、なぜだかフロストケーブから離れないの。なるほど。おマンムーがよ、マンマン構築で使ってやる、ちゃんと。今流行ってんのかな。今マンムーいるのかな。今の環境マンムーいるのかな。なんかずっとマンムーに関してはすごいプロフェッショナルだからね。マンムーがいるパーティーはーとか言って毎回毎回マンムーに関してはいい動きするからね。ってことでフロストケーブ行くか。懐かしいな。マンムー超目立ったエンニュードとかね、懐かしいな。猫玉炎 Z だっけか。それで粉砕するっていう。スカマン知らねえなーって感じだったな。あ、マンムーがいる。やあ、おまんまん。どうした？おまんまんにゴッドマラー、卑猥だな、このゲーム。このゲーム、卑猥だな、ゴッドマラーに小さなキノコにでかい金の玉におまんまんと。卑猥なゲームだな、全年齢対象ちゃうな、これ R15 ぐらいだぞ、マジで。
さあ、フロストケーブに、そうそう、この乗せてくれるんだけど、ちょっとね。マムが寒い気候大好きなポケモン、フロストケーブの何かを察知したのかもしれませんね、と。おまんまんが、他のおまんまんに任せようや。ってことで、この先進むと何かが待ってると。準備は整ってるし、整いました！おまんまんとかけまして、何も整ってないんですけど。いや、じじ。絵描いてる。トレーラーかよ。あ、なんかいた。すごい霊気だけど、奥になんかいるよ。雪の音？なんかいる。ゆきゅー。いや、フレア団。また会いましたね。モンスターボールコート。来ましたね。あ、モンスターボールでこの子を捕まえると。なるほど。さて、あなた方に捕まえることができるかな。ってことで、下っ端とバトル。と、まあ、さらっとね、倒したところで、お次は、幹部とのバトルやっていきますか。かかってこい幹部さんよ。こっちとら、手持ち一匹だよ。手持ち5匹、そこら辺のバトルガールっていうトレーナーにやられたんだよ。コジョンドが、イワナーダールでしてきて、誰も受けれなくて死んでったんだね。誰も受けれなくて、コジョンドレベル44の。岩なだれを誰も受けれなくて、やられたね。ってことで、姉貴さん、1対1、やらせていただきます。レベル48、は？ 48、イカ様大丈夫。よかった、イカ様で。地ならし、おらイカ様じゃなかったら負けてるんじゃない？これもしかして。S 下げたからこっちの方が早いんでしょ？早い、オッケー。1-1勝利。あっぶんねえな。これ放射とかやられたら負けてる気がすんな、普通に。お疲れ。強いではなく強すぎるって。強すぎることはないよ。レベルこっち低すぎるからね。どっちかって言うとハンデ上げてこんなもんだからね。負けたらつまんないよ。迎える。ハンデ上げなかったらボコボコだな。こっちもレベル48だったら、マジでボコボコのボコだったな。何この BGM。 いいよ、ここで流す BGM じゃないよ。いや、雪のゆひょーゆひょーつって、何雪のナイト。じゃあお前もついてこいよ。一生ボックスでおねんねしてもらうけどな。ありがとう。使わないけど。何この穴。てことで、これ戻らなきゃいけないの。めんどくせえ。あー、トレーナー危ない。ってことで、戻りますか。ってことで、終わったんで、17番道路行きますか、今度こそ。そして、ここの BGM ブックスコ。なんかいい感じの BGM じゃない？スコスコのスコだわ。ってことで、これで、おまんむーさんに、乗って、マンムーに乗る？向こうが乗るんじゃなくて、こっちが乗っちゃうマンムーに。おまんまんに乗っちゃったー。おっそで、これで野生のポケモンも出てくるって嫌がらせだな。ってことで、もう、進んでいきますか。バシバシカットしていくよ。メールだよ。またメール来た。誰から？いや、セレナちゃん。どうしたの？百国のジム前でポケモン勝負を挑むわと。準備しておいてよね。わかったわよ。行くわよ。ポケモンバトルするわよ。ってことは、ここが百国シティでございますね。行きますよ。まあ、ジム戦の前に、まあ、軽サクサクっとセレナちゃんボコボコにして、そこのあなた？いや、
私はメイ、メイじゃねえよ。メイってね、メイちゃーん、リピートボールありがとうございます。メイってね、誰だっけ、なんちゅう名前だっけ、忘れた。忘れた前は、百国シティはどこですか。どこ、百国シティ、百国シティはここだよ。百国シティはここ。百国ジムはどこ。ジムちゃーん、ここっぽい。ここだ。ここじゃない。じゃあ、ここだ。ここじゃない。いや、ここ。あ、これか。なんだっけ、忘れた。壊れるんだっけ、壊れないんだっけ、忘れた。全部忘れた。ジームちゃん、あった。よし。バトルしようぜ。勝てるかな。絶対勝てねえだろ、これ。ニャオニクス。そいつが出るのは分かっている。その前レベルはいくつだ。そんなことよりレベルはいくつなんだお前は。44。いけ、ハードローラー覚えたんだよ。こっちとらハードローラー覚えたんだよ。毒のトゲ。よし。よし。ナイス毒。ハードローラーでひるませてやるよ。上からハードローラー、うーらーどん。ひるめ、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 チャームボーイス、チャームだよ。チャーミング、お腹もグー、バッチング。よし、オッケー。なんとか、鬼門突破。もう、ニャオニクスさえ倒してしまえば、こっちのもんだよ、こっちのもん。じゃあ、お次なんすか。お次のポーキモンなんですが、まあ、フォクシー。オロチ先輩。オロチ先輩行こうぜ。ここで見せるが、オロチ様。行きますよ。最初はなんか炎技打ってくる、来てなんかナメップしたあげく、バカゲ分身こっち積んで全部ひょいひょいして倒す。サイコキです。容赦ねえな、お前。容赦ねえな。本当はね、あそこでスコロピーがいたんだよ。玉毛だけゲットするところで。スコロピーがいたから、まあ、スコロピーゲットしてドロピーよ。もうここで、このカロス地方で活躍させようかなって思ったんですけど、結局、そうしちゃったら、こういうエスパータイプに楽々で勝ってしまうっていうね、ことが起きてしまうので、あえて捕まえませんでした。あえてエスパータイプを難しくする。それが楽しいんですよ。岩石封じるとっか。地ならしでよかった説。放射。ナメプ。完全、ナメプじゃない。岩風で S 下げて、46レベルかよ。凄まじいな。これは地ならし打つのが正解。地ならし。こっちの方が早い。OK。グラグラ。どうせキネシス打たれたら一発で持ってかれるんで、だったら少しでもダメージを与えるのが正解です。どうせキネシスで姉貴も落ちるんで。倒せるかな？いけるかな？ S 下がったから、ここで少しでもダメージを与えるために、ゴッドマラー。絶対負けてんじゃん、S。どんだけ S を下げようと、ゴッドマラーの S に負けちゃったらさすがにないっしょ。独特。だよね。お疲れ。お疲れ、ゴッドマラー。くっそ。やっちゃった。ドラミちゃんやスティンガー先に行こう。ドラミちゃんを先に出すより、スティンガーを先に出す。そしてここで、裏なんだ。あいちゃん、ベノムショック覚えてねえな。ここは毒針打とう。毒針、毒れ、毒れ、ほら。毒らんかい。放射、ギャー。待って、待って、マフォクシーに勝てない。あいちゃんまだ残しておかない。メガ進化だから最強だから、ドラミちゃん行こう。ドラミちゃんのダイナマで行こう。ドラミちゃんのダイナマイトで倒せなかったらやばい。これは、しっぺ返しのは効くのか、ハードローラーのは効くのか。計算タイム！ドゥン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 。ハードローラー65、タイプ1、等倍で通ります。65、かける1.5の、ま、90から100ぐらい。100、ちょ、100もいかないぐらい。こっち抜群100ダメージ。だったらハードローラーで昼見狙った方がいいよね。行こう、ハードローラー。行け！踏み潰してやるよ！
ヒルメ、ヒルメ、ヒルメってやまずい、マフォクシーで全滅しちゃう。まだだ、まだアイちゃんがいる。まだ我らがアイちゃん、みんな大好き上原アイちゃんが残っている。まずはメガ進化、そしてここは捨て身タックルだ。ここで花びらの前を選択してしまうと固定になっちゃうんで、次で相性悪かったら負けちゃうんで、ここは捨て身タックルでしっかりとダメージを与えていく。で、行動をちゃんと固定させない。プレイング。さあ、お次は何だ？お次は何だ？教えてくれ。これ、レベル38。何？アブソル。アブソル。アブソルワンチャンあるか。まだ2体いるからな、相手。ここ、眠りごないきます。ファッサー！よし。よし、オッケー。ファッサーして、宿り木ぶっかけて、超陰キャ戦法だな。宿り木ぶっかけて、催眠種付けプレイ、からの、これ花びらの前行く？いや、違う気がすんだよね。ここ捨て身タックルだわ。ここ多分捨て身タックルは正解。効かね。想像以上に効かね。反動も、回復できるし、切り裂くが思った以上に急所に当たって痛いし、これはファッサーで回復しつつって感じかな。ファッサー打って、宿り木で回復してって感じでいきますか。いや、レベル差がありすぎるってやっべ。よく魔法師倒した、魔法師。マジで地ならしなかったらやばかったよな。S 下げる攻撃技がなかったら。完全全部上から記念室にバーンバーンバーンされておしまいだったからな。ありがたや、ありがたや。ここで花びらの前を打つクソプレイング。クソプレイングじゃねえかよ。なんで花びらの前を打ってんだよ。話に夢中になりすぎ。さあ、最後はサンダース。まあいいんじゃない、相性は完璧。相性有利。そして、二度蹴り。そんなもんしかねえのか、俺。聞かねえな。聞かねえな。うちの花びらの前、ひら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 。ほら。放電、まずい、まひるな、まひるなよ、まひるなよ、オッケー、急所、急所にぶち当てろ、急所にドッカーン、ピヨピヨピヨ、そう、ピヨピヨがあるからまずいから、一旦回復しまーす。一旦回復。二度蹴り、オッケー、これ勝ったな。あとはもう、自傷ダメージを何回も引かなければ、勝ちだね。あとは花びら連打。まあ、うちの愛ちゃんは、混乱事象とか、縁、そんなん縁ないんで、ここで花びらの前を、マジでぶち当てるな。愛ちゃんは芸人枠じゃないっぽいな。真面目な枠だな。タイアリオッケー。よく勝てたな、こんなレベル差で。よく勝てたわ。悩みの種いらんいらん。よく勝てたわ。ジムリーダーこれより強いんでしょ？これより強くて、プラス全員エスパータルプっていうね。地獄のような環境が待ってるんで、この先。元気にしてもらってありがとうございます。僕のゴッドマラーも元気にしてください。僕はゴッドを超えるゴッドのマラーなんで。35センチあるんで。ってことで、無事終わった。ということでね、次回。お次ね、ジム戦。おそらく頭おかしいぐらい強いと思うんで、まずはレベル上げやってきます。こんなレベルじゃ、まず勝てないんで。ジムリーダーのレベルを調べて、それに近いレベルまで上げてきます。ってことで、とりあえずお疲れ。じゃあね、バイバイ。